ございます。パリ今から、今日から4日間遊びで行ってきます。まあなんかちょっと面白いの撮れたらいいなと思って動画回すんですけど、やばい、これでブラご飯って服屋さん回る感じで行きます。鬼の低コストで行くけど、てか今日朝からリングなくして、マジで大事なリングなくしてめちゃくちゃショック。あの親指にいつもはめてたビビアンのやつなんですけど、いつもの定位置なくて、ちょっと結構ショックっす。まあ一応冬なんで、今日はあのユニクロのダウンと、ユニクロなんちゃらなんかユニクロのやつと、アクネのパンツとノクタの靴で、コルテツのビーツって感じでいきたいと思います。腹減ったな、おやつ食べたい。おはようございます。これですっぴんらしいな。いやいやいや、本当に本当に本当にそういうのが一番よく、でも、もうちょ、何言っても面白くなくなっちゃうからダメ、切ってください。すっぴん、ちょっとマジで、もう本当にうるさい。もう指輪全部なくなればよかったのに、ちょ、本当にめっちゃ汗出てるんでやめてください。はい、だから多分2時間半ぐらいなんで寝たいと思います。寝てる。フランス人のあのなんかこういうっていうのを3回って経験しました。鬼ディスタス。今日の予定はクロワッサン食べる。あのカフコーヒー行って美味しいコーヒー飲んでクロワッサン食ってみたいなと同時に、何個かあの服屋さん回れたらなみたいな。で夜は日本食もお友達行くって決めてるんで、日本食行ってって感じですね。さっきめっちゃ電車の中で寝れたんで、もう元気。三輪さん、さっき眠たいって言ってました。三輪様です。はい、とりあえずも腹減ったんでホテル荷物置いて飯探します。ちょっと俺も食べたい。うまっ、マジでうまっ。次マレ地区行きます。マレで服見ます。あ、じゃあ飯か、先中華っすか。うん、中華行きますか。そっか、あのサンドイッチでもいいです。迷う、めっちゃ迷いますよ。中華がいくらかになりますよ。ちょっと中華値段見て高かったら前でそのまま行きます。前は毎回連れてきてもらったんですけど、今回は美和さんとリベンジ。これ食えますかね、俺ら二人で。ショーベイビーって言ってたのに。結構やべえサイズ。でも私って大きいから。いただきます。お願いいたします。うまそう。こういうこと？全然そういうことだと思う。うわ、よだれが止まらない。はい、行きましょう。あ、うまそう。ありがとうございます。辛そう、でもうまそう。2にしたの、辛いの好きなんですね。え、まあ2やったらいけるかなと思います。やばいっすかね。いや、ちょっと私やばいかもって思います。いただきます。ちょっと赤い、まあ、でも赤い。え、赤いっすか。私気にしないです。火通ってないってことですか。いや、あの分厚い部分なり。あー、やべ、この箸使いづら。いただきます。うん、
なんか辛いですか。辛い。あ、でもいける辛さです、うん、うまい。めっちゃうまいですこれ、マジで。店の名前わからんけど、マジでうまい。とりあえず一回これ食べます。やった。今向かってるんがザ・ネクストドアっていうアパレル、セレクトショップか、セレクトショップで前一回行ってんけど、多分動画撮ってへんねやんか。それのちょうど中を撮れたらなと思って。 何がないんですか。叩きあの店の中写真撮ったらダメって言われて、でとりあえずなんか靴は撮っていいって言われたんで、靴だけあのアシックスのやつを撮ったんですけど、まあ、アシックスやったら日本で買った方がいいんで、はい、何も買わずにとりあえず出てきました。ピンボケしないでね。丁寧な説明もらったけど、分からんかったですよ。空がめっちゃ綺麗。分からんかこれ。あ、来た。空めっちゃ綺麗。4金。とりあえずパンデミーまた来ちゃった。カツサンドが2つ頼んだか1つかは分からないっていう。フランス語の間違いがある可能性があって、カツサンド2つ頼んでしまったかもしれないっていう自責の念に押されております。早く食べてルメールに行きたい。俺はルメール行って、もう一個セレクトショップ行って感じ。フランスさん来た。見ちゃダメですよ。私の反応を見て。見てない。あ、隣に家族だった。変なフレンチトーストと食パンが来ました。よっしゃ、ちゃんと1個やった。カツサンド、いただきます。よかった、ちゃんと1個でね。うまっ。おいしい。めっちゃおいしい。今から飯を食いにあのルーブルの近くまで行きます。餃子の歩兵ってとこ、歩兵歩兵多分歩兵、餃子の歩兵ってとこがあの京都のお店なんですけど、それがパリにあるんで、それ食べに行きます。ふう、疲れた。飯前やのに食うない。札幌ラーメン角屋すぐの村にあって、もちもちもあります。え、あれっすよ、俺多分前食ったの。え、ちゃうかな、多分ちゃう、あ、ちゃうわ。え、あれ前食ったの何やったっけ、ちょっと忘れましたわ。ってことでね、日本食をいただきます。うわーす。え、疲れてる。割と安いってか、まあ普通っすよね。12ユーロ。全然まあ
おにぎりある。さすがに5時から起きてから限界が来た。目赤い。本当だ、パキってる。パキってますね。え、本当だ。やっぱりタレきた。日本の方はもうこれがあれですもんね、レトですもんね。私好きな食べ物1位餃子です。聞いてない。うん、聞いてないっていうのか、いや言ってくださいよ、聞いてないのか、どっちか。お前ら声が出ない。だけど俺は叫び続ける。なぜならお前がいつもそこにいるから。マジでいつもマジでありがとう。セレブレーション。なんか居酒屋一心ラーメン。いや、あれ美味しくないっすよ、絶対。一緒ないっすよ。とりあえず餃子食べ終わって今ホテル向かってます。まあでも今日はもうあと風呂入って寝るだけかな。マック食いたいけど、食べましょう。マックないもん多分。じゃあスナック。あ、これもなんか面白いらしいっすよ。なんかいろんなメッセージが入ってるみたいな。食べ物と酒が飲めて。無事お布団に来ました。とりあえず今日は1日目、なんか回れるとこもあったなって感じで、明日はもうちょいのんびりゆっくりと回ります。もしこの動画が良かったらチャンネル登録お願いします。ではおやすみなさい。